パンケーキ。これはめちゃくちゃヘルシーです。またありがとう。そう、薄いんよ。ほら、ヘラペッタでしょ。もちもち、うーん。米粉ヘルシーだよ。今日の朝ごはんはこれにしました。本当に月見バーガー出てから食べたすぎてやばいです。みんな助けて、マックの欲が。月見バーガーの欲が。うん、蜂蜜です。砂糖も全然入れてないよ。蜂蜜が甘いからね。あまり入れない人です。書いてあっても。飲み物はカフェオレです。カフェオレ？ちょっと苦めの砂糖なしのコーヒー。でも、ブラックコーヒーじゃないよ。牛乳と無糖のコーヒーを混ぜたやつ。美味しいのだ。調べ時間 なるほどね。なんか、やばい、食べたい。うん、そうそう、ラッテラッテ。美味しすぎる。間違いない。え、ごめんね、本当に、本当に申し訳ない。申し訳ないでござるよ。なんか焼肉？でもなんか、太る肉と太らない肉があるらしくて。焼肉、今日お昼お肉食べるんですけど、普通に店に行くんじゃなくて、おばあちゃん家で食べるんですけど、普通に、私今ダイエット中だから、何食べたら太らないんだろう。なんか赤身肉だっけ？何が太らないんだっけ？パンとか太らないよね。赤身に、あ、なるほどね。レバー。本当に、なんか、高校生ってさ、めっちゃ食欲爆発するって言うじゃん。その気持ちがわかる。でも私は、我慢してます。もう最近もう、ここ何ヶ月後ぐらい、菓子パンとか食べてない。鶏肉好きかな？もう本当に大便、本当に嬉しい。舞茸？私めっちゃ好きよ。舞茸の天ぷらとかめっちゃ好き。
やっぱりまいたけは塩だよね。全然めんつゆとかでも合うけど、つゆとかでも合うけど、私は塩派です。まいたけね、天ぷら好き、自分めっちゃ大好きなの。うん、ジップで吹くんか、いいな。一番好き、え、わかる、美味しいよね。菓子パン食べてないよ、本当に。多分食べてない気がする。うん、本当に食べてないかも。セブンで、とか、買うとしたらセブンとかなんですけど、パンを買わなくなった。買うとしたらもうおにぎりとか、最近はセブンイレブンの広島の何、野菜を感じる汁、団子汁みたいな、あれが最近ハマっちゃって、めっちゃおいしい、結構食べてる。結構私お餅好きで、そう、団子が入ってて、ね、セブンイレブンの広島の野菜団子団子みたいなスープなんだけど、めちゃくちゃ美味しくてハマり中。夜と夜、なんかいつもレッスンとか終わった後、夜ご飯に食べてるスープ。でもそれだけでお腹いっぱいになるんよ。だからめっちゃダイエット中には適してる。ぜんざい、え、わかる、私も大好き。そう、夜は本当にもう炭水化物禁止です。その何、あのレッスン終わって、まあ家帰ると結構遅い時間になるから、そうだから夜はあんまり食べないかな。でも最近、前というか、なんか家族みんな、なんかみんな揃って、みんな、そう、みんな揃うときってあんまなくて、家族がみんな揃うときないんですよ、本当に。結構なくて、そう。みんなで揃うことがなくて、そう、みんなで揃うときはなんか、なんでか知らんけど、なんかめっちゃ食べちゃって なんかみんなで揃って嬉しくて、なんか食べちゃって、結構そう、みんなで揃った週は先週めっちゃ2週間前とか、そう、みんな揃って、そう、みんな吸っててわーいってなって、いっぱい食べてて、その週は。で、それでちょっと太ったんだけど、でもまた正常値に戻った。私の正常値、体重の正常値があるんだけど、自分の中の。それに今、戻った。でもちゃんと食べてるんだけど、戻った。なんか、お昼に炭水化物抜いたら、抜いたっていうか、その日、なんか、そう、その日はお店行ったんだけど、お店でご飯食べたけど、ご飯とか出なくて、そのコースが、まあ、最初になんか、なんだろう、あれ。夏野菜みたいな。夏野菜の、酢の味するやつ。味するにはまだ早かったな。いろいろ、ズッキーニじゃない、なんだろう。ヤングコーンか。ヤングコーンとか、トマトとか、なんだっけ、普通にまあ、なんだ、サヤエンドウとか、お腹が鳴っちゃった。そう、それで、そう、それのなんか酢につけたやつみたいな、酢の味するやつ。
と、次に何来たっけ？次に、なんか、パンか。パン来て、でも、パンって言っても、めっちゃちっちゃい、こんぐらいのパンが来て、ハーブの香りするパン来て、で、その後、コーンスープが来て、で、その次に、なんか、鮭の、なんか、トマトソースと、なんか、なんだあれ、なんか、美味しそうなやつ来て、なんだ、バジルソースは違う、トマトソースか。まあ、鮭のなんか、のやつ来て、で、その後は、メイン料理の、お肉？もう、こんぐらいの肉。もう、こんぐらいのお肉？こんぐらいかな？こんぐらいの肉が、2個来て、そう、それで、あんま炭水化物は食べん？食べんかったんや、その昼、前日、その痩せた前日。痩せた前日というか、体重が激減した。そう、炭水化物にいただけ、昼はそれ食べました。その、お店でね。で、夜は、ナス？あ、で、あと、親戚のうち行って、梨を半玉ぐらい食べて、で、夜に、ナスのおひたしを、ナスのおひたしだけ食べた。そしたら、次の日痩せてた。その食生活毎日しようかな。そしたら痩せるかも。痩せるかも。そう、梨食べためっちゃ。で、梨ハマっちゃって、昨日もスーパーで買った。そう、梨は、近所の方にもらったんだよ。梨。丸々3個。半玉食べたんや。半玉。そう、眠かった日、そう、梨食べた日、そう、その日。その日はもう食べ過ぎてやばかった。食べ過ぎたんかな、あれ。その日はそう、炭水化物食べてない日。炭水化物抜いたら痩せるんだね。自分も昼炭水化物食べんようにしようか。今日は、でも、これ炭水化物だっけ？米粉のパンケーキって。炭水化物か。その時点でもうダメだった。あちゃー。ナスの日ね、美味しい。本当に大好き。そう、ハマっちゃってめっちゃ食べちゃった。そう、ナスのおひたし食べて、お待たせしました。ありがとう。そう、ちょっと待ってて。ヨーグルトいいね、朝食。
見せたいものがあって、その時の私の食事を、痩せた食事、みんなも参考にしてみて。これが痩せた食事その1、この野菜のやつ、なんか酢がつけたやつ、酢を、だから酢に使ってるやつ、これ。で、次に出てきたのが、いや、これ取ってないかも。パン取ってない気がするな。あ、このパン。このパン。このパン。こんぐらいの大きさのパン。で、次に来たのが、スープ。このコーンスープで、次に来たのが、鮭だ。この鮭。鮭。これ鮭なんだ。鮭。で、これはトマトソース。これ、べちょってついてるトマトで。で、これが牡蠣か。で、次が、なんか、バジルが添えてある、お肉。これを食べたら痩せましたっていうね。あ、で、デザートでもこれも食べたんよ。でもこれで、その次の日痩せてたっていう。ヤコブルさん、ありがとう。カスピ海。そう、一日で痩せたんよ、これ。この食事したら。炭水化物、やっぱり抜くこと大切なんかな。なんか人によって、何を抜くと痩せるとか、痩せないとか痩せるとかあるじゃん。人によって、この人は塩分抜けたら痩せるけど、この人は糖質抜いた方が痩せるとかあるじゃん。人によって違うじゃん。そう、私は多分、勝手な解説だけど、炭水化物抜いたら痩せる 気がする。それか、まあ原因として、多分よくご飯で食べてた気がする。なんか、来るのが、そう、一品一品結構間が空いてて、そう、だから多分、ゆっくりなペースも大事なんかなと思って。なんて言うんだろう。うん、ちょっとずつちょっとずつ食べるみたいな。なんか、なんて言うんだろう。一気に食べるんじゃなくて、ちょっとずつ食べるのもいいかなって思った。そっちや。ですね。私めっちゃ早く食べちゃう人なんよ。めっちゃ早いんよ、食べるの。だから、それかもしれない。よく噛むかも。そう。なんか、指原さんが言ってたんだけど、なんか、100g までで、1食がね。100g まででまたお腹空いたら30分後に 100g 食べてみたいな感じの方がいいらしいみたいな聞いたことがあって。とりあえずはそう、足からお肉つく。そうなんよ。炭水化物お菓子みたいな感じ。あー、主食かな？やっぱ米とかかな？ちょっと今日の夜ご飯は、梨にしてみようと思います。早く食べる風に見えない。本当？あ、でもそんな早くはないけど、なんか、なんだろう。今日食べると早くなりやすく一人っ子は行く。ああ。でも、お兄ちゃんとかも、でも、兄弟みんな早いかも。多分、そう、なんか、中学校、ほんと、もともと、小学生の頃、結構ゆっくり食べてたけど、なんかもう、中学生になって、なんか本当に給食の時間がもう本当に10分とかしかなくて、15分か10分ぐらいしかなくて、それで早食いになったってのもあるかな。おはよう、りのちゃんはスタイルね、本当にもうすごいですよ。尊敬して。夕食なし。なし痩せる。リアはなし食べる。そう、10分か15分ぐらいで、ほんまに、それでもうめっちゃ早めになって、妹も、なんかもうそこまで全然早食いじゃなかったのに、本当に10分15分ぐらいしかなくて、そう、なんか、
給食の子と、まあ、お弁当選べるんだけど、そう、給食の子が準備遅くて、みんなでいただきますするじゃん。実際ならまあ、でも、授業終わるのが45分で、で、そこで、まあ、給食室にご飯とか取り行って、用意したら55分になるじゃん。で、そっから、まあ、55分には、55分にいただきますか。で、それで、10分まで、2時10分まで、給食だから、15分か。15分なら、あれだけど、たまにでも、長引いて、2時に、いただきますすることもあったり、結構ね、給食の時間が短くって、中学生だと。小学生はめっちゃあった。小学生は本当に30分以上あった気がする。もうね、中学生が本当に短くてね、早食いになっちゃった。居残り。栄養価は私も、小学生の頃はもう、本当に食べるの遅くて、それでもね で、いつも残ってた気がする。そう、短い。こんなはず、ありました、ありました。お昼の時間、違う。なんでだっけ？そうね。三年何組の、何々、三年で何々、なんだっけ、何やんだっけ？クイズとかやってたの？クイズとか、音楽当てクイズ、イントロ当てクイズとか。給食好き嫌いありました、もちろん。うずら卵とか、なんか、なんだろう。きのことか、はんぺんとか、きのこは好き。うずら卵と、はんぺんと、まあ、練り物系ですね。が嫌いだったかな。あと、あれ、私は、夏野菜カレーが好きだった。小学校。夏野菜カレーとか、ココアパンとか、自分の好きな、わかる。私も、細いになりたかった。最近も居残り食べさせてるんだ。最近まあ高校生はそんなことして、高校生は1時間あるんよ。すごくない？びっくりしちゃった。あ、でもそれはまあお昼休憩込めてだけど、お昼休憩まあ30分30分くらいかな。1時間空きある。まあ、休憩合わせてね。お昼休憩。うずら、そうなんだ。給食の普通、そうなん？いいね。夏野菜カレー。でも私は豚汁も好きだったし、ご飯もホクホクで美味しかったし、あ、フルーツポンチとか好きだった。あと唐揚げも好きだった。竜田の唐揚げとか、あとなんだろう、豆のやつ。はんぺんダメ。練り物苦手なんよ。きのこ好きよ。そう、結構ね、給食は好きだった。小学校の。本当に小学校に戻りたいよ。ご飯、給食を食べるために。牛乳嫌い。でも嫌いな方多いね、牛乳は。でも癖ある。なんか、牛乳って感じだよね。あ、おはようツイッターしないと。ちょっとおはようツイッターするね。ちょっと待ってて。何のせようかな。私ね。今は、マネージャーさんがめっちゃ変わって、なんかまあ人数とかで、マネージャーさんが新しく入ってきたりしたから、マネージャーさんが変わったりしたんだけど、今、私、グループ、元々のマネージャーさんと、今のマネージャーさん、入ってきたばかりのマネージャーさんの LINE があるんだけど、そう、グループなってて、
そのグループのアイコンをこれにした。可愛いから見て。新井担当グループ。新井担当グループのアイコンこれだよ。可愛いでしょ。新井担当グループ。よし、みんなツイッターあげました。ぜひぜひおはようしてね、みんな。子供も書き、そう、私が当たった。自撮りは必須。え、マネージャーさん、めっちゃ優しくて大好き。カキベリー。ハギービーズ。おはようコール、みんな待ってる。おはようコール。みんなありがとう。嬉しい。おはよう。リポストありがとう、よしきさん。1個目失敗。嬉しい、みんなコメントしてくれてありがとう。ポツンしか本当。いや、ちゅう。お、あと5分だ。結構時間が。結構もう時間がないね。あと5分ぐらい男女見ます。あと10分かな。朝から YouTube 少し、嬉しい。今日は6時からの配信お疲れ様だよ。6時からまあちょっと休憩挟んだけど。やばい、本当に熊がやばい。本当に昔から、昔からっていうか、ほんまにやばくて。体質ですね、これ。みまさん、リアチュなんですか、高い。本当に？本当ですか？もっと好きになってくれなきゃ困りますよ。ポリポスター好きなおすすか。確かに。最近毎日、さ、毎日じゃないから、昨日。今はキラキラで隠す。キラキラでは隠せないな。本当に漢方とか、めっちゃ6年生とか小中1とか漢方とかいっぱい飲みよったけど、全然治んない。家に見えないの助かる。アンビと結婚して。どうしようかな。アンビと私のこともっと好きですか。め、嬉しい、みんなありがとう。ネガティブ中がポジティブ中。
ほり。毎日ラブ、本当かよ。ネガティブ。大変な、確かに確かに大変。ちょっと今すぐいいね消さなきゃ。ってなる。私の DD がバレる。りえちゃんの一番好きです。本当？嬉しい。今一人暮らし。いや、違うと思うよ。ハートありがとう。違うと思うよ。プリンセドラさん、ありがとう。そうそう、何十もなきゃ。マジカルさん、ありがとう。嬉しいだけ。嬉しい。みんなありがとう。今日見てくれて。嬉しい。今日もりえ頑張りやつしてくるね。みんなの方で今日もりえつ頑張りやつできる。レッスン頑張りやつしてくる。じゃあみんな、男女見ます。ありがちゅうなのだ。じゃあ、男女もね。13位、フラペチーノさん。13位、フラペチーノさん。パチパチパチ。12位、リーツピ、リピ、リジピ、アシュパ、アシュダピ、アシュダキューさん、ありがとうございます。11位、リデンさん、ありがとうございます。11位、シンさん、SO さん、ありがとうございます。9位、ハルさん、ありがとうございます。パチパチ。8位、イコタン、ありがとう、パチパチ。7位、シンさん、6位、ヒラリンハットさん、ありがとうパチパチ。6位、アルゴンさん、ありがとうパチパチ。4位、ミヤコブルーさん、ありがとうパチパチ。3位、ヤシさん、ありがとうパチパチ。2位、ヒーちゃん、ありがとうパチパチ。そして、チュ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 ンチュン。アンビータン、ありがとう。みんなありがとうだよ、今日。今日もありがとう。みんなも頑張って。今日も大変だけど、頑張ってね。いい一日になりました。みんなも頑張れ。本当に頑張って。バイバイ。リエチュ頑張って。リエチュ頑張って。みんな頑張って。頑張ってね。